今回は、カプセルプラレール機関車トーマスの、新作、探せ謎の海賊船と失われた宝物編という、ものを、ネットで購入しましたので、開封したいと思います。では早速開けます。購入先はガチャガチャ王国、カプセルプラレール機関車トーマスの、探せ謎の海賊船と失われた宝物編、14種類とおまけ10個、合計が、3870円で購入しました。4800円の品を、3870円で安く、購入できました。あ、これはもうざっくり入ってました。では、タカラトミーアーツのホームページで、今回のシリーズをちょっと確認したいと思います。カプセルプラレール、機関車トーマス、探せ謎の海賊船と失われた宝物編ということで、発売が2016年3月、価格が200円です。今回は2016年4月上旬に公開する機関車トーマス、探せ謎の海賊船と失われた、宝物をフューチャーしたシリーズです。映画で活躍する新しいキャラクターをはじめ、トーマスと仲間たちが勢揃い、水しぶきを上げて走っているみたいな水レールセットも、注目ですということで、ラインナップはこんな感じに、なっているみたいです。取扱説明書に書いてあるんですけど、こちらにシールの貼り方の見本があるんで、こちらを参考にして貼っていきたいと思います。カブプラが、24個並べました。では、まずこちらから開けます。入っていたのはこちら、トーマスですね。こちらの、ステッカー、これはもちろん今回の、新作の、トーマス1番です。ゼンマイ車になっております。ステッカーが貼り終わりました。はい、こんな感じで、宝物がひっくり返ってとぼけた感じの顔をしています。かわいいですね。で、側面とかは一緒です。あと定番のこの、トーマスっていう名前を切り取ってまた貼りました。はい、続いて、こちら開けてみます。これ何ですかね。14のオリバーっていうステッカーが入っています。で、こんな感じの、ものが入っていました。6番のオリバーが入っておりました。オリバーのステッカーが貼り終わりました。ステッカーはこの1箇所だけ貼るみたいです。あと反対側に、また名前の部分を切り取ってオリバーと貼りました。これは稼働はこんな感じで、しますね。こちらですね。こちらは曲がっているレールと、このようなものが入っていました。あとステッカーですね。ステッカーはなんかやたらカラフルなものが入っています。これは12番のダイナマイト滑車プラス曲線レールでした。はい、こんな感じでステッカー貼り終わりました。滑車はこんな感じで外れるみたいです。これ面白いですね。はい、続いてこちら開けてみましょう。王冠とあとこの船長みたいなフィギュアが入っています。こちらは11番の船乗りのジョンと宝石滑車でした。でこのステッカーは王冠の、周りに貼るみたいです。はい、こんな感じで、王冠にステッカーを貼りました。この滑車に王冠を入れることも、できます。続いて、こちら開けます。あー、これもダイナマイト滑車が入っていました。はい、これは、閉じます。続いてこちら開けます。これは紫色の、おお、大きいですね。これかっこいい。ステッカーはこんな感じのステッカーが入っておりました。これは2番の、ライアンゼンマイ車みたいです。ライアンが、完成しました。こんな感じの、顔になっています。ステッカー貼りはだいぶ大変でした。で後ろにまた、切り取ってライアンと大きく貼りました。続いて、こちら開けましょう。あ、これはカラフルな船が入っておりました。これは9番の、キャプテンが入っていました。ステッカーは貼る必要がなくて、ただこれをあと突き刺せば、完成ですね。キャプテンが、こんな感じで入っていました。で、これは綺麗にすごい細かく色が塗られてますね。これすごいですね。手間かかってますよね。はい、すごいですね。これ色が
本当に細かく塗られています。大変ですよね。下がローラーになっていて走らせることができます。はい、ではこちら開けます。はい、こちらスキフが入っていました。はい、こんな感じで船なんですけど、滑車としても、使えます。3番の、スキフです。ジョンはスキフに乗せることができるよって書いてあります。先ほどの船乗りジョンが、こんな感じで、乗せることができます。これを乗せた状態で走らせてみたいですね。こちら開けます。あ、これはカラフルな、船が入っておりました。4番の、スキフカラフルバージョンです。これはこんな感じのステッカーが入っておりました。こちらが、カラフルバージョンのスキフです。ステッカー、は、こちらに貼ります。こんな感じに、なっております。船乗りジョンが、乗ります。続いてこちらですね。こちらは、顔付き滑車と宝石箱が入っていました。あと直線レールがついています。顔付き滑車です。またこれも面白い顔をしています。なんか目が横を見ていて、なんか口が笑っている感じの面白い表情をしています。宝箱が、こんな感じでありますね。直線レールが入っています。でこちら、あ、これは、ダイナマイト滑車が入っておりましたんで、閉じます。ダイナマイト滑車はこれで3個入っていましたね。でこちら開けます。はい、家が入っていました。ステッカーはこんな感じのステッカーが入っておりました。これは13番の、表彰ステージみたいです。ステッカーが貼り終わりました。こんな感じで、表彰ステージが、出来上がりました。表彰ステージは、もう2個入っておりました。続いてこちら開けます。はい、これは取説付きで、壊れる橋の組み立て方という形で書いてあります。はい、14番の、壊れる橋です。これは、単純ですね。もうこういう感じで、はめれば完成です。で、これでレール一つ分になっております。これに、必要なものが、2つありまして、こちらですね。これは2つ入ってたんですけども、でこれは、2セット必要です。15番の、スロープセットと木が入っておりました。組み立て方は、こんな感じで書いてあります。結構複雑ですね。いや、これパーツ点数が非常に多いです。うわー、これ細かいな。こんな感じで、完成しました。やっとですよ。これ難しいですね。これでもこれすごい、完成すると壮大な感じのスケールの、パーツになっております。結局この一番上の台座っていらないんじゃないでしょうか。十分だと思います。これはもうそのまま、そーっと横に寄せておきましょう。いよいよカプセルは5つになりました。ではこちら開けてみましょう。今回の目玉のレールです。これは16番の水レールセットで、映画のシーンを再現したレールです。こんな感じで完成しました。いやー、これ水しぶきよく再現されてるんじゃないでしょうか。またこれも走らせるのに非常に楽しみです。この水レールセットが2つダブって入っておりました。あー、これは何個あってもいいパーツです。これは2個入っておりました。これは17番のくねくね曲がる曲がレールです。こちらに曲がレールの組み立て方が書いてあります。前後のパーツだけ取っておきましょう。あとは全部一緒なんで、パチパチ
はめていきます。やっと完成しました。曲がレールが、こんな感じで、完成しました。これは自在に曲がって、使い手がいいパーツです。今回、購入したパーツは、ちょっと不良品がありました。不良品はこのヨットが2つなんですが、これは滑車として使えるんですが、先端にパーツが欠けています。普通の滑車はこの先端に連結用のこういったパーツがついてるんですけど、これが、ありません。そこで、ちょっと余ってる滑車からこれを取り出して、付けたいと思います。でこれが要はないんですね。でこれをまあたまに不良品ありますからね。まあ眠たかったんですかね。でこんな感じで、取り付けまして、はい、これで、はい、これで、連結が、可能な状態になりました。こんな感じで、余った客車から、連結できるように改良しました。はい、これで、完成しました。今回購入したパーツはこんな感じになりました。早速遊んでみたいと思います。今回のシリーズで、レールを組んでみました。こんな感じで、壮大な、スケールの、コースになっています。でここに水しぶきのレールがあります。でこのように立体交差にしました。はい、曲がレールが3本あったんで、かろうじてつなぐことができました。はい、こんな感じのコースになりました。では早速遊んでみたいと思います。ではちょっと複雑なコースなんで1両で試してみたいと思います。では、スタートします。続いてこのヨットに、船長のジョンを乗せて、走らせてみたいと思います。船長のジョン、いってらっしゃい。いきます。あー、やってしまった。ヨットの帆がここに突っかかって走れません。これは設計ミスですね。今度はトーマスと、宝箱を乗せた、客車とつないで走らせてみたいと思います。あー、客車つなげると一周もできなかったです。もうこれ複雑なんで、もう車両は1個で走らせてみます。